はい、こんにちは。今日は2015年10月19日です。とてもね、今日天気が良いです。もう暑いくらいですね。ですんで、場所をここ、大淀川河畔にあります立花公園に変えてお話をしております。昨日ですね、留守にしておりまして、あるところから荷物が届いてました。何かと言いますと、こちらです。じゃん。Google の方から、荷物が届いてます。何でしょうかね。ちょっと中を見たいと思います。こちら、帽子です。YouTube の帽子ですね。かっこいいですね。そしてこれ、なんか箱に入っているんですけど、なんか開けてみたいと思います。よいしょ。あ、これ、YouTube の、マグカップ、しかもセラミック製のマグカップです。結構大きいですね。そしてあと1個ありました。ちょっと待ってください。よいしょ。はい、あと1つはね、なんと、こちら、YouTube の T シャツです。はい、キャップに、マグカップに、そして、YouTube の T シャツをいただきました。誠にありがとうございます。こういったね、Google グッズ、YouTube に関するグッズは、一般でもね、購入することができます。今日はそういった Google、YouTube のグッズをどうやって購入するのかについてお話をしたいと思います。はい、YouTube のマイチャンネルです。この一番下に行きます。ここ、YouTube についてクリックします。はい、そうしますと、YouTube についてというページに切り替わりました。この一番下、YouTube 商品とあります。ここをクリックします。はい、画面が変わりましたね。Google マーチャンダイズストアということで、アジアをクリックします。はい、Google のマーチャンダイズストアに切り替わりました。まあ、英語で聞かれてますけれど、特に大きな問題はないかと思います。ここ、アクセサリーって書いてますね。バッグをクリックしてみます。はい、そうしますと、Google や、YouTube の、バッグ表示されてますね。あとファンをクリックしましょうか。はい、ファンのページです。ここにも、Google、YouTube グッズがあります。この椅子いいですね。ディレクターズチェア、ここをクリックします。はい、ディレクターズチェアの、詳細のページに切り替わりました。結構いいですね。はい、今度はこのウェアラブルクリックします。はい、メンズアウターウェアとか、ウーメンズアウターウェア、メンズ T シャツってあるんで、 T シャツクリックします。はい、いろんな、種類の T シャツありますね。はい、トップ画面に戻ります。はい、トップ画面です。ここに YouTube アイテムってありますんで、クリックします。はい、そうしますと、YouTube ブランドの商品が、まとめて表示されていますんでね、この中から、ご自分の気に入った商品、例えば、マグカップクリックします。はい、このようにして、詳細な商品の情報が、表示されます。これ YouTube ブラッククワドラマグっていう名前ですね。はい。ということで、Google マーチャンダイズストアについて紹介しました。まあ、カテゴリー英語で書かれてますけれど、ウィンドウショッピングを兼ねて眺めるのも楽しいのかなと思います。なお、決済はクレジットカードとなってますんで、
どうしてもね、商品が欲しい方は、購入してみると良いかと思います。試してみてください。はい、ということで、今回は、Google グッズ、YouTube グッズをインターネットで購入する方法についてお話をしました。それでは、失礼します。